皆さんこんにちは、冬の春雨です。今回はですね、イラストを上達させる方法について解説していきたいと思います。イラストをうまく描けるようになりたいと思う人は世の中にたくさんいます。しかしどのようにうまくなればいいのか、その過程がわからない人もまた多いです。僕がデジタルを始めた当初はこんな感じのイラストを描いていました。このくらいの画力しかなかったんです。さらに前に遡って中学生ぐらいではこのくらいの画力でした。まあ下手ですよね。そして現在はこのようなイラストを描くことができるようになりました。デジタルを始めてから約1年半くらいの出来事です。この動画を見ることによってどのようにイラストを上達させることができるのか、またその本質的な考え方、行動が分かります。テクニックだけ追っていてもダメなんです。テクニックを学ぶために必要な考え方を学ぶことによって無限にテクニックを吸収することができるんです。だからこの動画を見たあなたの画力は無限に向上していくことになります。しかもこの考え方は他の全ての分野に使うことができます。この動画をしっかり学んでチャンネル登録を押していってください。早速どのようにしてイラストを上達させてきたのか解説していきたいと思います。それでは行ってみよう。では結論から言いたいと思います。イラストを上達させる方法は何かというと観察です。正直な話、私はこれしかしていません。もちろん観察をしていろいろなテクニックを手に入れてきたんですけれども、その全てに共通する行動が観察なんです。きっと上達のさせ方は模写ですと言われると思った人がいると思うんですけれども、模写も観察に含まれるんですよ。模写は元の絵を観察しながら描きますよね。その過程でこうじゃない、ああじゃないと言って絵を描き進めていきます。このこうじゃない、ああじゃないという絵が上手くなっていってる最中なんですよ。だから模写ができない時でも観察をして画力を向上させることができるんです。では模写をしなくても画力を向上させるためにはどうしたらいいのか、次のパートで観察の種類について解説していきます。観察は2種類に分かれます。それは共通点と相違点です。まず順番に解説していくんですけれども、共通点は自分が目指したいイラスト同士を見比べて同じところはないかを探していくことです。ちょっと他人のイラストを使えないので自分のイラストを使って例えるんですけれども、この絵とこの絵は何が同じなんだろうと見比べて、あ、光の差し方が一緒だと共通点を見つけられれば一つテクニックが身につけられますよね。イラストでは光が大切というテクニックです。続いて相違点は自分の絵と目指したいイラストを見比べて何が足りないのかを探します。例えばこのイラストとさっき描いたイラスト見比べたら、なんか違うな、何が違うんだろうと考えてみるんです。あ、光があるイラストには必ず影や暗い場所がある、だから光が映えるんだと思うわけです。まあ、簡単にまとめると、他人の絵や自分の絵で間違い探しをするということです。合ってるところと間違っているところを見つけてください。私はこの方法でしかイラストは上手くなっていません。他の方法は何もしていません。観察をして発見をしてやってみて疑う、このサイクルを繰り返しています。これは OODA ループとも言います。 OODA は努力をするときに最も効率的なやり方で、観察、状況理解、意思決定、行動と回していき、行動した後また観察のループに入ります。詳しくはこちらの動画で解説しているので、ぜひね見てください。これだけで終わってはあまりに普通の動画になってしまいます。皆さんがどのようにその行動をすればいいのか話していきます。まずは自分の好きな絵を2つ以上選んでください。選ぶのはピクシブから見るとたくさんの絵を見ることができるのでおすすめです。その後観察します。共通点を探しましょう。何でも構いません。形なのかテクニックなのか概念なのか書いてあるものなのか、自分がここが一緒と思うところを一つ以上見つけてください。そしたらメモ帳を用意してそれを箇条書きで書き出していきます。一つのメモ帳を観察メモとして使うと良いです。後で見返すことができます。もちろんアプリでも大丈夫です。そしたらその見つけた共通点を一つの絵に全て書き込みます。全てです。そして一つのイラストを完成させたら、共通点を探したイラストと自分の今描いたイラストの相違点を探してみましょう。今度はその相違点を改善したイラストを描きます。その時先ほどの例えの光と影のように連動したものであれば共通点も一緒に描いていきましょう。これで1セットです。あとはこれを何回も繰り返して観察をしていきます。基礎が大事、雰囲気が大事という論点がありますが、そんなのは観察をしまくれば自然に身につきます。学ぼうと思った時に学ぶのが最善の瞬間です。ぜひね、イラスト上達のために頑張ってください。私もまだまだ頑張っていこうと思っています。ということで今回はイラストを上達させる方法について解説していきました。まあ簡単にまとめると、観察をして共通点相違点を探して自分のイラストにどん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 落とし込んで、さらにまた観察を繰り返していってください。それをすることでイラストは上達することができます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。 Twitter や Instagram、 ブログもやっているのでフォローとチェックもよろしくお願いします。イラストの依頼がある方は下の概要欄のリンクから飛んでいってください。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。またね。